の違いの僕らが夢を追いかけるのは芽を出した好奇心の種が空を目指すから色とれ理研テクノスプレゼンツ今日は名城大学経営学部経営学科1年生の水谷俊介さんにお越しいただきました。水谷さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて水谷さんは今どんな活動をされているんですか？そうですね、お笑い芸人の方を呼んだりですとか、いろんなタイプのイベントを自分で企画してやってます。最初にやったのが、お笑いコンビのキングコングの西野さんという方のイベントを、西野さんがツイッターであの方絵本を書かれてるんですけども、その絵本の原画の展示会をなんか全国で開いてくれる人いないかって言ってて、でそこに手を挙げてじゃあ僕やりますと言ったのが始まりですね。高校1年生の頃に企画したお笑い芸人としても活躍している西野亮廣さんの絵本原画展は来場者150人を超えるほどの大盛況だったんだそうです。実際こうやってみては大変だったなって思うこととかありました？いやもうすごい緊張したんですけども、結構な規模だったんで、もうなんか何をやったらいいのか全く分からずに、右も左も分かんない、もうどうしたらいいのか分かんなかったんですけども、でも達成感はすごいありましたね。こうしてイベントで得られる達成感を知った水谷さん、自分の作ったイベントで一人でも多くの人を楽しませたいという夢に向かって数々のイベントを実現させているのですが、そのルーツは幼い頃家族に言われた一言にありました。昔、本当幼稚園ぐらいの時に父さんから、なんか親戚が正月にうちに集まるんでなんか企画してくんないかって言われたのが始まりで、でそこでゲーム大会とかやってるうちに親戚の人がまた楽しみにしてるよ、またやってよ、また来年楽しみにしてるからっていう声をいただいたりとかして、それがなんか楽しくなってって、もうそれを今でも続けてるんですけども、なんかそこが全部の始まりといえば始まりですね。ではその水谷さんの今後の目標何かありますか？はい、イベントといってもいろいろあるんですけども、地元に大きなお祭りがあってですね、そのお祭りを見ると本当になんかいろんなたくさんの人が来るんですけど、どの人もなんかみんな楽しんでるんですよね。そういうなんか一人一人を楽しませれるようなイベントを開きたいなと、今インターネットいろんな人とつながれるんで、まだあんま見つかってない才能とか、歌がすごくうまかったりとかなんかいろいろできたりとか、そういう才能が、人に知られないまま終わっていくのはすごく嫌なんで、もう見つけた才能はもうとにかく人前に出てちゃんとイベントなりなんなりっていう形で、皆さんの目に触れ出るような、お手伝いをしたいなと思いますね。今回の夢は自分の作ったイベントで一人でも多くの人を楽しませたいでした。次回はどんな夢に出会えるのでしょうか。科学の力のチャレンジメーカー理研テクノスがお送りしました。